本日は LJL2017 サマースプリットラウンド3 Day 1の模様をお送りしております。さあレボルさん、ゲーム1、ランページが完勝というような内容でしたけれども、序盤から丁寧に丁寧にゲームを進めていって、セブンセブンとしては、ドラフトレッドサイドを選んだんですが、カウンターのピック、カウンターのレーンというのを、作れなかったですし、かなり辛い試合運びになってしまいましたね。その上でちょっと面白いデータがあってですね、タッスルとは Y1 の4ゲーム、そして 4ゲーム今まで行われて、Y1 は5ゲームですか。あ、サベージ。あ、サベージですね。サベージですね。大変失礼しました。サベージが5ゲーム行われたわけですけど、その時の開幕の10分間の経験値ですね。タッスルは4ゲーム中、3回勝つ。そして、サベージは、5ゲーム中すべて勝つということで、経験値が199から950ほど、これはタッスルのデータですね。そしてサベージは51からマックスでは1057の経験値の差をつけるというデータがあるわけですけれども、だいたい経験値的に600離れていると1レベル分の差になるので、1000となると1レベル分以上 そのファーム差をつけているということになりますよね。さらにサベージはですね、ゴールドスターも負けてない開幕10分で、ですから非常にこうジャングルアグレッシブに、特にさらには、確か5試合中4試合10分までのところでキルを生み出しているんですね。ファームだけではなくガンクを成功させることもできているというところで、非常にアグレッシブで万能なジャングラーなんですが、先ほどの試合は10分までのところで全く動かせなかった、むしろ I1 を使ってタッスル選手が封じ込めたというところでしたね。でタッスル選手の、ここまでの4試合のうち1試合で負けているんですが、その1試合は相手が Y1選手の、エリスが10分で5キル生み出すというとんでもないジャングリングに負けてしまっただけなので、平均してみると本当に優れたジャングラーと言えると思います。このジャングラー対決というのがこのゲーム2にも、かなり影響は出そうですね。先ほどのゲームもちょっとデータ後で見たいですね。そうですね。そのただしっかりとサベチ選手ファームは勝ってはいたんですが、ガンクできるレーンがなかったというのが痛いところですね。そして今映ってますが、そうですね、セブンセブンのメンバーチェンジが、ございます。サトリーに代わってライジンが加入ということで、僕はあまりこうライジン選手のスタイルというのを熟知しているわけではないんですが、かなりキャリータイプのチャンピオンを使うプレイヤーという話は聞いています。サトリ選手とは真逆と言えると思いますね。サトリ選手は彼はシェンのようなタンク、そして集団戦でフロントラインになるようなチャンピオンを得意としてチームに貢献していくようなチャンピオンが得意です。一方でライジン選手キャリータイプとなると、やはり今挙げられるのであればフィオラもしくは懸念のようなスプリットプッシャーになりますよね。そういったビルチャンピオンの変化、そして構成の変化がどう起きるのか楽しみですね。なるほど。さあ元々は一番有名なのは、イレリアですよね。イレリアでチャレンジャーまで上り詰めたプレイヤーでもありますが、ちなみにちょっとあってですね、お話を聞いてみたんですよ、ライジンさんと。ここでプレイするのは緊張しますかということを、ちょっと聞いてみたんですけど、若干緊張しますねということを答えてましたね。やはり緊張はあると。初めてですよね、競技シーン。そうですね、どういったプレーを見せてくれるのか非常に楽しみではあります。そして面白いのがランページが2戦目はサイドの選択権を持っていたんですが、そのランページブルーサイドではなくレッドサイドを選択です。どういった意図があるのかですね。どうなんでしょうね、両サイドやりたかったと。それはありそうかなという感じがします。というのもランページかなりこう実験的なというか、スプリングの時だと、チャンピオンの幅というところを広げるような形ではなく、むしろ勝てるチャンピオンをしっかりと中心にピックしていく傾向があったわけですが、ただこの本日の試合で両チームともレッドサイドを選択というのはちょっと気になる点ではありますよね。ドラフトを見るとやはりガリオやザック、エリスというこのチャンピオンの影響が強いので、ブルーサイドの方が有利なのかなという印象はありますけどね。さあその上でザックオープンですが、ファーストピックはセブンセブンバルスをチョイスしました。ザックに関してはプロの間でもちょっと評価が分かれていますね。なるほど。 NA の、クラン9の AD キャリーのスニーキー選手なんかは、ちょっとカウンターが存在しないと。今まではブリンクイン の, E のスキルを避けていればよかったけど、今は E を避けた後でも非常に強力なスキルがあるので難しいと評価するプレイヤーもいれば、KT ロスターのスメブ選手やマタ選手なんかはそこまで OP ではない、対処可能なチャンピオンだというふうにインタビューで答えてましたから、ちょっとこの評価のばらつき非常に面白いですね。そしてどうやらランページも
ザックはそこまでと。というかアイバーンを出して封じるということがありましたが、今回はリーシン、そしてザイリーシンが見えたということはかなりこうアグレッシブに序盤から作っていくということになりますね。そうですよね。さらにはアイバーンでカウンターもしないよと。ザイラを見せてますね。ここでボットレーンを中心に、先ほどとは違ってバルスレーン非常に強いですから、あ、そしてザイラも組み合わせることでボットレーンのところをやはりセブンセブンとしては中心に組み立てていくということになりますが、そしてオリアナ、ただここでラカンじゃないですか。見てみたいですけどね、今非常に評価が高いんですよね。レーンフェイスのところはそこまで強くはないが、中盤の時間帯に入ると強力なエンゲージ数があるというところでかなり評価が高いのもありますし、まあ、ザヤとの組み合わせですか。あとはあのダラに夢中って言いたいです。確かに。さらにはまあまあ、ラカンのようなチャンピオン、かなりこうゲームを作っていく、動かしていくチャンピオンだと、かなり注目、というか、かなり輝きますから、ドラ選手の欲しいプレーオフマッチにも近づくかなという感じがしますよね。もちろん勝てばですが。さあ、ただここはシンドラをピックしましたね、ランページ。ここからバンフェーズ2に入ります。ランページとしては、まあ、ジャングラーの番、あ、ライジン選手のターゲット番ですね。やはりフィオラバンしましたね。ランページとしても警戒している、そして情報としては持っていると。そのようですね。そしてセブンセブンとしてはまだここまではピックとしては隠していますが、サポートの番になるかなという感じがしますが、ボットレーンのところで確実に勝っていくことを考えるのであれば、まあ、カルマそしてラカン、番しましたね。ラカン番ですね。カルマとラカンが番に来るだろう。そしてその読み通りランページはどうしますかね。レンガやはりここもサベジ選手かなりピック回数が多いチャンピオンですからね。さあ、そしてラストバン、サポートのバンがまだ続くだろうということですが、カルマもしくはトップレーンのところでクレッド、先ほどエビ選手素晴らしいプレー見せていましたから、あ、ブリッツクランク、おー、サポートにターゲットしました。セブンセブン3枚バンを使用しています。スレッシュ、ラカン、ブリッツ、そしてブラウム。トップはカウンターを当てていこうというランページを狙いになってますね。さあ、ロックしました。そして気になるのはこのライジンのピックです。サベージ選手はカジックスかオラフ、うん、ザクも確かに空いてますからね。ただここまでピックしなかったのでピックしないかなと思ったんですが、狙っていくようですね。さあ、ロックしました。ピックせざるを得ないような、なんかランページが取れよと言ってるような感じもしますけどね。しますけどね。イレリア、彼を代表するチャンピオンですけどね。そうですね。ただメタではない、ただには相手のピックが見えないということもあって苦しいですね。ジャーバにしました、ここは。そして開幕での戦いでこのエビとマッチをしなくてはいけないというのもなかなか荷が重いというのも、連戦非常に強いプレイヤーですからね。さらに一度アドバンテージを渡してしまうと、トップレーンから視界のコントロールやミッドレーンのプレッシャーといったところにつなげられてしまうだけに、このトップレーンのマッチは非常に重要ですね。さあ、ラストピックはグラガス。構成としては出揃いました。レボルさん、どう見てますか。鍵となるのはやはりザックというチャンピオン。ランページは一度封じ切ることはできましたが、サベージ選手かなり優れたジャングラーでもありますから、封じ切れるのかどうか、サベージ選手ザックを使って生かしきれるのかどうか。さらにボットレーンのピンクがセブンセブン変化しました。エズリアルからバルスというところでパワースパイクの速いチャンピオンにしましたから、ボットレーンのコントロールを取っていくというところはまず間違いなくあるわけですからね。セブンセブンの変化というところは気になりますね。一方のランページはどうでしょう。まずはラムネ選手が得意チャンピオンであるシンドラを取れたというのは非常に大きいですよね。 W の範囲がナーフされましたが、それでもダメージの部分では変化ないですし、彼であればそういった変ナーフももろともせずレーニングかなり積極的に戦っていくのではと。さらにはそこにタス選手、序盤からガンカできるリーシンというチャンピオンですから、このミッドジャングルのシナジーを生かして、マップの中央からコントロールを取っていくのではというところは予想されますね。ゲーム1ではかなり大人しいようなゲーム展開が、まあ、多かったわけですよ。サベージを、まあ、封印したというようなランページの戦い方、今度は一転してガンガン仕掛けていくような、仕掛けることができるチャンピオンが揃っていると思いますからね。
問題はあとはザック、まあ、サベージがどういったルートを選択するかですけれども、なんかザック面白い選択があるんですよね。そうなんですね、まあ、一般的に、まあ、紫神髄のところに対しては、まあ、アタックスピードの増加であったり、ま、魔力であったり、攻撃力であったりといったルーンをはめるのが一般的なんですが、韓国のKT ローサーのスコアというジャングラーがですね、経験値ルーンを一つはめて、ザックの時にウルフからジャングルスタートした試合が昨日あったんですよね。ちょっとそれが非常に面白いジャングルの回り方だなと思って、通常、まあ、ウルフからスタートするとですね、はい、経験値ルーンなしで回るとですね、レベル2になれないんですよ。それを経験値ルーン一つはめることによってレベル2になることができるというところがちょっと面白い選択だなと思いまして。なるほど。さあ、そう言ってる間にゲーム2スタートです。はい、というわけでね、経験値ルーンを積むとウルフでスタートしてもレベル2になれると。さらに、まあ、ラプターから受けるダメージよりもウルフから受けるダメージの方が少ないですし、まあ、ラプターからスタートした場合、ラプターレッドバフというルートが考えられますが、レッドバフの方がブルーバフよりもダメージ量大きいんですよね。そういったところもあって、ウルフ、ブルーバフ、グロンプというルートであれば体力を高く保てるという利点がありますね。なるほど。さあ、そういった点を考慮しているのか、サベージのちょっとルート選択見てみたいところではあります。調べてるでしょうからね、昨日の今日ですからね、あまりにもこう特徴的なルートの選択でしたから。ただ、まあ、ラプターからスタートというのがやはり一般的ではありますね。さあ、そしてライジンはこの LGL でどこまで戦えるのか、それも非常にファンからしてみれば気になっているポイントではあるでしょう。さらにライジン選手がここで大きな、まあ、パフォーマンス出せるとなると、セブンセブンとしてはチームのスタイルを変えられるというところの強みもありますから、さあ生まれてきますからね、新たな武器として。そう言えると思いますね。今までサミチ選手はまた違ったタイプのプレイヤーですからね。まあ、よく海外では矛と盾なんてね、あのインパクトのインタビュー V なんかで言われてましたけどね、クラウド9のインタビュー V で。インパクト選手は、まあ、タンクタイプの、そしてレイ選手はファイターの、かなり積極的に仕掛けていくチャンピオンを得意としていますからね、その2つのパフォーマンスの違いとプレイヤータイプの違いを生かして、かなりこう積極的にメンバーチェンジしてますからね。キーストンです。先ほどのデータではロケにかなりダメージは出してましたが、というようなデータでしたね。さあ、そしてキーストン、アロシノリ、ちょっとラムネ面白いですね。面白いですね。バーストで落とすよりもダメージを与えて移動速度のバフを生かして、かなり DPS であったり CC を、特にスタンドをばらまいていくというところを狙っているのかもしれないですね。 1V1 あまり意識してないんですか。意識しているんであれば雷帝の号令ですよね。そうなりますね。通し切ることよりも、あとはどうでしょう、今回ザックが相手にいるというところで MS を上げてザックの E をかわさないと苦しくなるというところも、もしかしたらキーストーンの選択に影響しているかもしれないですね。ああ、なるほど。さあ、そしてルートがまたちょっと面白いですね。サベッジ、ラプターからやってブルーバフ、そしてグロンプやってからのウルフで、今からレッドバフです。このルートを取るジャングラーの場合だと序盤はあまり強くなく、1周目すべての狩り終わった後ガンクもできずにリコールしなければならないチャンピオンがこういったルートを取ることが多いです。その理由としてはやはり、まあ、まずレベル3狩り終わった段階で赤バフを持ってボットサイドにポジションを取れるというのも大きいですし、さらに体力を高く維持したまま回れるという点が非常に大きいですね。カウンタージャングルに対応するためのルート取りと。そうなると思いますね。そしてレベル4からフルクリアです。そしてタッスルも自陣のクルーブに今からこれでフルクリアです。互いに速度的には変わりませんが、ロングソードとブーツを購入できているのはタッスル。先にやはりリーシーンの方が回れてますね。さらには、まあ、ラプターを狩る際にランページは2人、エビ選手とラムネ選手が AOE スキルで履修していましたから、うん、そういったところの履修も相まってかなりランページサイドの方がジャングルクリアスピード速いですね。さあ、そしてエビはいつものですね。そうですね、こういった動きを続けてトップサイドから視界のコントロール、さらにミッドレーンのプレッシャーを高めていくというところが狙いですね。なんていうんでしょうね、これだけ回数があるとエビコントロールって言いたくなりますよねただアパメン選手もこの動き得意してますからね。確かに。さあ、そしてサベージ入ったボットサイドにいきなりぶっ飛びスライムからスライムパンチを投げてフラッシュアウト、イグナイトも入っています。ゆとり前足のサマナースペル2ダウンです。一気にサベージがまずはアドバンテージボットサイドから作っていきました。レベル 4分、まあ、30秒段階のところでボットサイド
幸いにポジションを取っているというところをランページとしては予測できなかった、まあ、これがやはりラプターからレッドバフではなくブルーバフへ行ったジャングルのルート選択というところで予測が非常に難しくなるというところも影響してますね。そしてそれを生かした形と、これでそしてこの動きに対して多数選手はカウンターの動きが取り切れるわけではないですからね。さあまずはセブンセブン仕掛けていった形にはなりますが、セブンセブンとしてはやはりボットサイドからもう作りたいと、そう言えると思いますね。一方でランページはミッドレーンからですね。さあそのミッドレーンにタッスルはセットアップです。しかし近い位置にサベージがいます。どうする、カウンターガンクの可能性もありますか。フラッシュアウト、ワードブリンクとスタン2つのスキルをフラッシュ1枚で避けました。ただここでフラッシュが落ちてしまったので、ここから10分の段階までブレック選手としては非常に苦しくなりますね。おっとこれ面白いルート取りですね。ただクールダウン10秒あと待たなければこれ長いんですよ、ぶっ飛びスライダー。そして置いた気づいています。ダダ選手今のところ非常に難しかったと思うんですがレーンから置きましたからね、はい、そしてフラッシュインマリクの本流バリアを置いてもワーストブラッドラムネ、ダメージ計算は完璧です。やはりラムネ選手にシンドラはちょっと渡してはダメのようですね。ラミセ完璧でしたし、ミッドレーンからしっかりとアドバンテージ作ってますからね。ここから敵のジャングルへとプレッシャーかけていき、多数選手の行動範囲を広げていくというところまでつなげていくと、ランページはかなり序盤から中盤にかけて有利を広げられるという形になりそうですね。ランページはミッドレーナーのラムネのフラッシュ、ラムネじゃないですね、ブルークのフラッシュをダウンした後にすぐさまスノーボールすることに成功しました。一方のセブンセブンはゆとりムエシのフラッシュそしてヒールまで落としたにもかかわらずまだスノーボールが開始できていない。この差というのはやはり響きます響くと思いますね。やはりミッドレーン、さらにタス選手もすでにレベル6ですからね、もう一度ミッドレーンに対してプレッシャーかけていくような動きも可能になっています。一方でボットレーン、ダラ選手ワードで先ほどカンパしたというところが大きかったと思いますが、セブンセブンからするとミッドレーンが耐え切る間にボットレーン動かしていくというところが作れるかどうか、それすら非常に怪しい状況になっていると思いますね。ということはサベージとしては選択肢ミッドレーンのカウンターガンクを狙うのか、それともボットサイドもう一度行くのかですが、どちらの可能性が高いですかね。ボットサイドもう一度の方が可能性は高いと思います。というのも先ほど今タッス選手がワードを置いたようにボットサイドからディーパードを置けてますからね。さあそしてそのボットサイドタッスルが来るぞ、キックはあるがフラッシュアウト、ティントンそれを見て仕掛けるのはやめています。タッスルこれで十分という判断です。ボットサイドで今タス選手が見えましたから、トップサイドのカウンタージャングル入りたいんですが、ミッドレーンが完全に抑え込まれてしまっているので、サベージ選手非常に入るのが難しいですね。さあどういった形でサベージは入る、ミッドレーンカウンターガンクをセットアップか、それとも先手でいくか、互いにレベル6以上アルティメットはあります。ぶっ飛びスライムから、さあスライムパンチでノックアップ、そこに来たレッツバウンスショックウェブと合わない、合わない、外してしまったブルーク、コミュニケーションエローか。ただしここになんと決戦場から1キル獲得はブルーク。コミュニケーションエラー非常にもったいなかったですが、テレポートを使ってライジン選手見事な反応、しっかりとチームに合わせてきましたね。これで、ラムネ選手のスノーボールを止めることもできましたし、さらにファーストキル、セブンセブンにとってのファーストキルがブルーク選手に入りましたから、ミドレーンかなり楽になりますね。さらにはエビはテレポートがクールダウンでしたね。このあたりライジンまずはトップレーンでの有利というのを広げていきましたね。非常に見事な動きでしたね。ただとなるとテレポートアドバンテージ今後エビ選手に渡っていくというところが気にかかりますが、この E を避けてもその後の Q があるというところが今ザクの強さですよね。ちょっとアルティメットとかぶもったいなかった部分はありますが、どうでしょう、もしリーシンがブルーク選手の近くに来ていたら、はい、アルティメットありましたからね。あの体力を考えると倒されていた可能性もあるだけに、実はあのアルティメットで、タス選手を剥がせたのが良かったのかもしれないですねなるほどさあセブンセブンもこれで一つ開始というような動きにはなっていますが、ボットレーンどうなっているか、セブンセブンで重要なのはボットサイド。ロケニアただラストヒットではイーブンですかね、むしろ勝っていますか。ウェーブ的にはただゆとりまや選手のフラッシュは上がりましたね。ただランページの方が狙いは成功しているようですね。ミッドレーナーそれでも400ゴールド近くの差がありますか。トップレーンのところでは CS の差というところが影響して、エビ選手が200ゴールド近く勝ったんですね。
でボットサイド D パードしっかりと取れていますから、あもうボット側もセブンセブンのジャングルがダンページからすると丸分かりというような状況の中でのドラゴンのコントロールですね。さあ確実にいないと分かっていてファーストドラゴンクラウドドレイク獲得です。これはやはりラムネ選手がミッドレーン勝っているというところの影響大きいですね。かなり多数選手が侵入しやすいという状況を作れてますからね。常に何なんて言うんでしょう、ここの辺りにいますよね、タッスルは。そして隙あらばボットに対して仕掛けていくというところを狙ってますね。見えましたね、ワードに移った。すぐさま下がります。今回ティンドン選手アルティメット持っていますから。ただどうでしょう、ラムネまで寄ってますよ。そして探しているロケニア、フラッシュインからキックを打ったが、ここにケパレの連鎖、そしてスキルショット、ダメージの出し合いではロケニアが上回りましたが、テレポートエビ、フラッシュインからのボディスラム、さらにはおごり、これで完全にロケニア孤立。2キル獲得はランページ1-2トレード。ここに対してセブンセブン、まあランページの面々がアルティメット多数使ったのでカウンター狙っていきますね。ライジンがただいますよ、ボットサイドに。さらにぶっ飛びスライム、いやここはただラムネがきっちり飛ばしている。そこからの EQ のコンボ、いや届いてはいない。ボディスラムで逆に返していく。さらにはゆとり回しのスネアがライジンには当たっています。ダメージトレードではランページが勝ちましたが、タワーを守りきることには成功している。ライジン選手ちょうどリコールしてベースにいた状況でもあったので、ベースから走ってボットレーンのところに対して、介入できましたが、セブンセブンとしては真っ先に仕掛けてきたタス選手をすぐさま倒すことができたのでかわしきれるかなとも思ったんですが、やはりここラムネ選手の介入、そしてテレポートのトップレーンのところでアドバンテージ作っていたエビ選手の動きが非常に良かったですね。これ2人入るんですね、このボディスラムで。そうですね、判定がちょっと広かったですね。ロケニア選手フラッシュ使う間もなかったですね。ああ本当ですね。さらにはタッスルを倒したキルがティントンに入っているんですね。ファーストあーそこはちょっともったいなかったですよね。あと気になるのが、はい、まあ、ゴールドのところに今見せてくれてますが、かなり前選手が勝ってましたね。そのサベージ選手、あようやく完成させましたね。今ようやくジャングルアイテムをここで完成させたので、あ死んだハルク、はい、ワードがずっと置けていなかったんですね、12分の状況まで。なるほど、それもあってタス選手の動きは把握しきれてなかった、まあ、ギリギリようやく赤バフの武士の浮いたワードで把握できましたが、そこまで視覚できなかったというところも対応が若干セブンセブン全体として遅れてしまった要因なのかなという感じもしますね。ただ回るの遅いですから、シンダーハルクをかなり優先したと。そのようですね。というのもバミの完成を急いでいましたね。あそうですね、バミですね。ただここからは視界が取れるということで、情報としてはセブンセブン、そうですね、対応しやすくはなると思いますね、うん、さらにボットのファーストは残ってますからね。すでに1700ゴールドほどランページに有利を取られているとはいえ、大きいのはやはりトップレーンとミッドレーンの差ですか。そのようですね。あとレボルさん、 7.11 で我々にとって助かるアップデートが入りました。そうですね、ザイラの草花がなんと CS に換算されなくなりました。 CS がそのまま、まあ、ゴールド差につなげやすくなったと、まあ、把握しやすくなったと、はい、いうことですよね。ただあのパッチ情報で見るとティーモのキノコだけはスタックするようですね。そのようですね。まあ効果不効果、ティーモは競技シーンでは見られませんから。いやいやいや、影響は警備かもしれませんね。いつか見れるかもしれません。何がメタになるかわからないですからね。トップのアーゴットもありましたし。そうですね。さあそしてこれは視界を獲得しようというところですが、ここはボットレンドよりが早いセブンセブン、ケガルの連鎖、ロケニア、フラッシュインダーついた。あーただここもティントンのキルだ。ちょっともったいないですね。非常にいい寄りだったんですが、ダブルフラッシュを吐いてまでのキルを取りに行ったような動きでしたが、ただミッドタワーは取れそうです。そしてタッスル、ここでなんとバックラインから2つランページはタワー取れますね。さあファーストタワー獲得はランページ、そしてリフトヘラルドが後ろから来るという状況です。ライジンは逃げています。さあこれで2タワー獲得ですが、ミッドタワー獲得はセブンセブン、タワーのトレードでは 1-2 というトレードになっています。トップのセカンドタワーもヘラルドの衝突が入るのでかなり削れはすると思いますが、なんとか守りますよね。
ただランページの方がオブジェクト2つ、一方でセブンセブンは1キルとミッドのファーストタワーですから、獲得ゴールでいうとランページの方が大きいわけですが、ミッドのファーストタワーの価値は非常に大きなものがありますからね。ここで耐えれればという形になりますが、ランページとしてはミッドのファーストタワーを降りに行きますよね。ここに対してセブンセブンカバーしきるかどうか。さあエビのおごりアルティメットのプレッシャーがブルークに入っています。ランページどうする。ウェーブクリアは間に合いません、間に合いません。テレポートエンゲージを判断しました。さあタワー獲得はランページ、そしてエンゲージを判断しているのはセブンセブン。ライジン誰を狙う。アルティメット決戦場2人は囲ったが氷河の烈行、さらにはイグゾースト、そしてエビのボディスラムからゆとりむわやしのスネアは、さあ入っている。ブルークにスネアは入っていますから、ただは見せるのはそれでもタッスルだ。キックきっちり決めて1キル獲得、ただしここにレッツバウンス、さらにはイバラのユリカがツーマンノックアップ。セブンセブンの方が集団性は上回っている。 1-3 トレードで勝ったのはセブンセブン。重要な決戦場であったりサベッジ選手のアルティメット、さらにブルーク選手のオリアナアルティメットを全てしっかりと当てて AOE ダメージ AOECC でしっかりと集団戦を作ってきましたね。ノックアップが何枚あるんですかこれ。セブンセブン1、2、3、4、5、6、6枚ですかね。6枚ですね。ジャーバン1つ、そして、ザックが3つオリアナが1つ、ザイラが1つですから、多分6枚ですよね。ザックが3つですからね。あの E のノックバックと Q もありますし、アルティメットもありますからね。リプレイです。ここで非常にいいディスエンゲージできたんですが、ここからブレック選手が素晴らしかったですね。ああ本当ですね。さらにこの後まだアルティメットをサベッジ選手残してましたから、すでにゆとりむわやし選手ザヤのアルティメットを使った後だったのでどうしようもなかったですね。ただしですね、レボルさん、ロケニアにキルが入ってないんです。そうなんですよね。またしてもティントン選手に1キル、まあ、一応ブルック選手も1キル入りましたから、キャリーにゴールドを集めることはできているんですが、集団戦で勝った割にキャリーの装備が整わないというところは苦しいですね。さあただしこれでもグローバルゴールドでは2500ゴールドランページが上回っています。あとはやはりザックの集団戦の演技能力非常に高いので、はい、ランページとしては、まあ、奥深くにワードを置き続けるというような作業をかなりリスクを負ってしなければ、先ほどのような集団戦演技されてしまうというような時間帯になってきましたね。さあそのワードを除去しながらプレッシャーを作るセブンセブン、これが怖いんですよね。そうですね。そしてティントン選手ゴールドを得ているというところもあって、ブラスティングワードかなり早めに買ってますね。もうこれは、まあ、クリスタルセプターにラッシュするということのようですね。なるほど。ただザイラであればこうキルを取ってしまっているとはいえども、ダメージも出るチャンピオンですし、そうですね、そこまでマイナス面も意識しなくてもいいのかなという印象ありますが、どう見てますか。やはりただそれ以上にロキニア選手にゴールドが入っていないことの方が大きいかなと思います。チームの要になっていますし、バルスというチャンピオンは、まあ、王権が完成して以降どん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 ダメージ伸びていく、この場合だとハリケーンを買うのか、それとも他のアイテムを買うのかちょっと分かりませんが、こうアイテム2つ完成するとそれだけでまたバースパイクグッと高まってきますからね。さあそしてミッド周辺でかなりゲームを動かしたいというような動きをセブンセブンはしてますが、ランページはそこを外してボットレーンのシージです。5割削りました。対応するのはブルーク。しかしあまりタワーの前に位置取り続けることはできないですから、素早くローテーションのところで動かしていきますね。とただライジンまで合流しようといった動きでしたが、ワードに移りましたね。テレポートがないので合流し、まあ、かなり集団戦をセブンセブンとしては仕掛けたいという動きを見せてますね。テレポートがない中でライジン選手が寄ってますから、一方でランページはそれを把握した上でローテーションで先に動いていこうと。さあもう一度やり直し、ローテーションランページの得意なプレーから作っていこうという動きになっていますが、そろそろバロンの時間にもなってまいります。20分まであと40秒ほど。バロン周辺の視界のコントロールをしながら、まだ20分になってもバロンのコントロールというのは難しいと思いますが、次のドラゴン
さらにはまあトップのファーストタワーというところも一つ集団戦起こる可能性の高いオブジェクトの周りということになると思いますね。ただどうでしょう、セブンセブンとしてはかなりバロン周辺意識してますよね。サベージとこれティントンがずっと動かないと、かなり硬いチャンピオン、まあ、フロントライングラガス、リーシン、ブラウムがいて、キャリーが揃っているというところでスニークバロンを警戒しているのかなとも思ったんですが、ブッドミスライブポジションを取っているタスがこの位置に来ます。さあただしスライムパンチは対象がいません。テレポートしましたよ。本当ですね、ライジンこれエンゲージか。セブンセブントップサイドへのダイブを考えている。この動きたら見えているか、ランページ。いやちょっとライジン選手見えてないですね。さあぶっ飛びスライムから入るぞ。ラムネの位置はどうなる。さあバックラインに行った。これは狙っているのはゆとりもやしですが、レッツバウンスはきっちりアルティメットで避けた。そこにライジンが合わせますが、ラムネが横から入ってくる。さあ決戦場、ただしここはライジン孤立している。スタンから1キル獲得がランページ、さらにはボディスラム3番からのおごりだ。ショックウェブに2人に決めていてももう関係ない。陣形を乱したのはランページサイド。さあ最後はパッシブ発動です。獲得はランページ、なんとノーデッドです。このままバロンラッシュ、セブンセブンとしてはタワーの前後というところで陣形、特にキャリー陣とフロントラインの間に大きなスペースが空いてしまったことによって、CC、AOE ダメージというのを重ね切ることができませんでしたね。さらには、まあ、理想としてはサベジ選手が使うザックのレッツバウンスによって相手のゆとり前選手を手前に持ってきたかったんでしょうが、ゆとり前選手ザヤのアルティメットでそれをかわしきったというのが大きかったですね。ここから捕まえてでアルティメットで持っていこうとしたんですがかわされてしまったと。ここで完全に前後で分断されてしまってますからね。さらにそこをダラ選手がアルティメットで完璧なゾーニング、集団戦のコントロールでしたね。ダラのアルティメットで援護に行けなかったんですね、セブンセブンは。見事なアルティメットでしたね。いや氷河の烈行、道を塞いでいました。ダラ、ダラのプレーはですね、リプレイで見ないと本当に拾えないことが多々あると。チームを支えているプレー、相手の行動を阻害するようなプレーが多いので、どうしても最初集団戦見るときはダメージを出すプレイヤーの動きに注目してしまいがちですからね。さあバロン獲得、ランページ、そしてボットのインナータワーも獲得です。これで4本目です。そのまま行きますか。ミッドのセカンドタワーを狙っていくのではという感じがしますけどね。バルスザイラに対して力押しでタワー取りに行くというのはちょっと難しいと思いますから。そのようですね。さあインナータワー、さあここはフリーです。バロンから一気に2本獲得です。インファーナードレイク上がっていますが、まずはバロンのバフを生かしてインヒビターターン狙っていくということのようですね。さあもう一度インヒビターター、今度はボットサイドに陣形を取っている。エビまで合流。このウェーブクリアをセブンセブンとしては行わなくてはいけません。サベージはミッドレーンに体を出していました。エンゲージ狙いますかね。こういったタワー指示の状況というのは一番エンゲージを仕掛けやすいタイミングではありますが、グローバルゴールド7000ゴールド近く負けてますから。どうする、ぶっ飛びスライムチャージしたがエンゲージできません。さあインヒビタータワー獲得はランページ。おごりからティントンを狙い撃ったような動きになっています。そしてスタンから、いや動けない、ティントンフラッシュはクールダウンでした。その情報をランページしっかり持っていました。さあインヒビター獲得&ワンキルです。このままインファーナルドライクまで狙っていくということになると思いますね。バロンバフあと4分の1ありますが、リスクを考えるとしっかりとインファーナルドライク取ってからリコールしてということになりそうですね。ここはタスするとどうやらゆとりもやしで取るようです。情報としてはセブンセブン持ってはいますが手は出せませんね。やはりラムネ選手シンドラを使うととんでもないですね。キル回復この試合 100% ですよ。ああ本当ですね。サンデッドこそしていますが、それはもうブリンクのないチャンピオンで相手にジャーバンとザックがいたらどうしようもないですから、それは致し方がないとはいえ、しっかりとこうチーム全体ゲーム全体のところに関与して動かしているということになりますからね。いや僕だったらもうちょっとデッドする自信ありますねこれは。ちょっと逃げようがないですからね。
ずっとあれですよね、フラッシュクールダウンみたいな。そういうことになりますね。さあまだバロンバフは続いていますが、もうこれはトップサイドで、おっとワードブリンクからのスマイトできっちり取りましたが、レッツバウンス、壁の向こうだ、壁の向こう、そこにショックウェーブ、これが狙いだとか。ただナイスキックからゆとりましたが、その間に上サイドでなんとキルを回収していました。大臣、これはテレポートで寄りましたが何もできません。おごりを見てからのフラッシュアウト、1キル獲得はランページ、ティントンが捕まっていました。2チームのタワーが破壊されました。ダメージディーラーでロケンの選手が近くにいなかったので、タス選手を倒しきるというところはできませんでしたね。しかも今回タス選手かなりタンク装備だったので、バスを落とす。うわー、そしてこれラムネのスタンからロケニア、最後はオートアタックでライフスティールしていますが、エビがきっちり回収しています。さらにはもうタワーダイブになっている。サベージずっとスネアとスタンで動けません。さらにフラッシュインからの氷河の烈行、決戦場、これライジン無理やり味方を助けるように打ちましたが気にしていない。いや、最後はブラウムのスタックが溜まってスタン、そしてタワーダメージで、これはラムネはダウンです。 1-3 トレード、インヒビター獲得はランページになります。全体的にちょっと体力が低いですから一旦引くということになりそうですが、5対4の状況というのをしっかりと生かして一気に決めていきましたね。なんて言うんでしょうね、この仕掛けるって決めた時のランページなんですけど、本日のゲームを見てるとですね、ギガバイトマリンズのような印象を感じるんですよ。まあ、とにかくキルを取ると一度こうエンゲージをすると決めたなら、チーム全体がそれに合わせていかにキルを取るかに集中するというような印象すら受けますからね、うん、なんて言うんでしょうね、なんかそれを意識してるんですかね、本日の試合こうかなり、なんでしょう、今はファームのフェーズ、今はもう仕掛けて一気に決めに行くフェーズと、しっかりとなんか考え方をチームの構成であったりビルドの完成のタイミングということに合わせて変化させているような印象すらありますよね。さあグローバルゴールド12000ゴールド、さあ11000ゴールドですかね。さああとはミッドのインヒビタータワー、そしてインヒビターという状況です。横からエビ選手がプレッシャーをかけていくのか、それともサイドへのコントロールを取り切ってから全てのウェーブを相手のネクサスに集中させるような動きにするのかですね。見えていますね、全連を仕上げるようですね。さあエンゲージこれもうするしかないですか、セブンセブンどうしますかね。するしかないと思いますが、あと10秒遅れてしまうともうエンゲージできないと思いますね。トップとボットのスーパーミニオンが到達しそうですね。さあ体を隠してサベージ、エンゲージをしたいセブンセブン、しかし離れればいいランページ。そしてボットレーンにサベージ選手が見えているのであればタワシュージが比較的楽になりますが、そうですね。さあ一気に前のめりになってランページタワー降りに行きます。さらにはエビがかなり強気です。おっと、ただサベージをこれタッスルがなんとキャッチング、エンゲージする前にされる前にすればいい。そしてこれ決戦場打ってましたがライジンはこれデッドしている。さあかなり広い戦場にはなっていますが、タンスルなんと生き延びています。さあもう一度ぶっ飛びスライブバックライン、これはラムネを狙いに行きました。ただしロケニアは完全に孤立、いやアピールしてくれとロケニアの声が聞こえるようです。ランページこれはゆとりもよし、キリングスプリー、さらにはラムネは生き延びています、生き延びています、フラッシュを使用して生き延びている。さあセブンセブン、そしてこれはエンゲージもう一度狙いますが、もうネクサスタワーはありません。サベージもダウン、いやランページ一瞬のスピードアップで試合展開を決めて、このゲーム3もどうやら勝利となりました。今回は1試合目とは違ってセブンセブンの構成、序盤から非常に強力な構成だったんですが、中盤のトップのファーストタワー前での集団戦のところで完全に前後分断させて、さらにはまあザヤのスキルというのをしっかりとユトリマヤ選手が生かしきって回答してカウンターで集団戦勝ち切って、
そこからのスノーボールが本当に見事早かったですね。この試合も30分前に終わらせるというところで、まあ、スプリングの時からゲームの試合時間非常に短かったですが、さらにそれに磨きがかかったかのような強さですね。いやレボルさんどうしますか、プレイヤーオブザマッチ誰ですか、レボルさんが入れるなら。難しいですよね。やはりただ2試合目に関して言えば、はい、トップのファーストターンのところの集団戦で勝てたというのは非常に大きかったと思うので、その時に鍵になっていたのは前橋選手とダラ選手だと思います。前橋選手は相手のザックのアルティメットをしっかりとかわしきってダメージを出した。一方ダラ選手はアルティメットを使って前後を分断したということで、ちょっとこれは卑怯な手かもしれませんが、この2人のどちらかかなと、はい、思いますね。卑怯な手をついに使い始める。ちょっと申し訳ないですが選べないですね。ゲーム1を考えるとエビ選手もすごかったですからね。そうですね、クレットですよね、はい。今選手たちが握手を交わしました。エビとちょっとライジンがかなりにこやかに笑っていて、もともと知り合いなんでしょうかね。そのようですね。はい、そういった雰囲気もちょっと垣間見えましたが、さあ皆様、まあ、ぜひ投票のお願いいたしますということでね。あとランページにちょっと聞いてみたんですけど、今シーズン、まあ、サマーとスプリングの違いって何ですかっていう話もちょっと聞いてみたんですが、あのコーチも 3-4 のコーチもよくコメントでしてましたよね。スプリングの時は選手たちの意思疎通を自分のフィルターを通して、まあ、統一させることだったと。でサマーはですね、選手たちがそのフィルターを通さなくてもそれぞれが会話をし、こういった方がいいんじゃないかという答えを出せるような、そういったチームになっているのがこのサマーシーズンだよっていうお話をしてましたね。コミュニケーションの精度が一段と高まった、質の面でもかなり向上したということだと思います。さらにもチームのスタイルとしてもさらにこう強力になったような印象もありますし、さらにはピックの幅もスプリングの頃と比べると格段に広がっている、としてチャレンジしている傾向もありますからね。かなり怖い存在になっているというふうに言えると思いますね。あと一つ聞きそびれていたんですが、会津、はい、さんは誰を選ぶんですか、プレーオブザマッチ選ぶとすれば。あれ僕は卑怯の手使えないんですか使ってもいいと思いますが今完全に私スルーしようかなっていやあもう決まりましたか。あいや難しいと思うんですけどね、まあ、リプレイちょっと始まったんでレボルさん見ていきましょうか、はい、また握られますかねここで、まあ、ちょっとセブンセブンの構成としては AOECC をそして AOE ダメージを重ねていくというところが重要な構成なので、まあ、この形のような完全に3対2で分断してしまうような集団戦を作られてしまった時点でもう非常に苦しかった。それだけでなくもうグローバルコードで、かなり不利な状況になってましたからね。そういったところをランページコントロールした非常に見事な試合運びであったと思いますね。そうですね、私はそうですね、選ぶなら僕はダラですね。ダラ、理由も一応ちゃんとあるんですけど、まあ、いろいろすごいプレーっていうのも、まあ、今回は全員出てたと思うのであえて上げるとすればキル関与率をちょっと上げたいかなと思って、まあ、ゲーム1はちょっとあまり覚えてないんですけど、ゲーム2に関しては18キル今ランページが取ったわけですね。そのうちのキル関与率では16キルに絡んでいるので 90% オーバー。さらには KDA がまた伸びたということで、1試合目も0デッドで8アシストだったと思うので、相当高い状態になっていると思います。80% 以上ありますよね。あったと思いますね。だから KDA とキル関与率でいうと今のところナンバーワンをこう走っているのかなと。このランページの中でも多数選手とダラ選手を切り替えると非常に高いんですが、そんな中でも多分この試合によって平均 90% ダラ選手を超えるのではと。先週までのデータだと 87% なんですよね。ただこの試合本当に動かしてましたからね。いやちょっとコメントの方でも悩んでる方が多かったですね。いやまあ難しいですよね。さあプレーオブザマッチ来ました、ダラです。あ 72% ですね、1ゲーム目は。そして2ゲーム 88.9%。 いや本当にチームを下支えしていると。さらにボットレーンのレーニングのところもまず負けないですからね。今回ブラウム VS ザイラというところで2試合ともブラウムだったわけですが、そして相手もザイラだったわけですが、レーン CS ちょっと勝つとか、ほんの程度少しの程度の差に
抑えてましたから、サポートのマッチアップが不利な状況の中でそういった連戦の強さを保持しているというのも見事でしたね。さあそれでは勝利したランページより、ダラ選手のインタビューから準備整ったということですので、インタビュアーの勝根さんお願いいたします。はい、それでは勝利したランページからダラ選手のインタビューを行っていきたいと思います。まずは勝利した今のお気持ち聞かせてください。気分좋고요솔직솔직히오늘뭐한게없지만 MVP 받아서더기쁜것같네요。気分はとてもいいです。ただちょっと正直今日はあんまりこう何をしたっていうことがなかったような気がするんですけれども、それでも嬉しいです。なんか先週はプレーオブザマッチ欲しいみたいな話もあったと思うんですよ。今日はどうしてまた。똑같은チャンピオンを일단했고뭐브라움이솔직히말해서 MVP 를받을정도의뭐피지컬그런게보여준것같지않아서에비나라무네가받을줄알았어요터슬이나 今日は2戦とも同じチャンピオンを使っていて、で特にブラームっていうのはそんなにブラームでまあそんなにフィジカルとかすごくあの、まあ、ハンズスキルですね使ったりとかっていうこともあんまりなかったので、今日はまあ、エビ選手かラムネ選手またはタッスル選手あたりが取るんじゃないかなと思ってました。まあ、こう活躍した味方の選手をしっかりとこう評価しているということですかね。まあ、そんな中で今日 の, そのまあドラフトのところで少し気になったんですけれど、まあ今日というかこのサマースプリットを通してという話になるんですが、あまりこう同じチャンピオンを使っている、まあランページが同じチャンピオンを使ってね、たくさんのチャンピオンを使うようなことを意識しているのかなというのをちょっと思っていたんですが、どうなんでしょうか。メタが지금계속바뀌기때문에여러가지샘플을다루지않으면힘들것같아서뭐벤을당했지만라칸도생각을했고블리치도생각을했고근데벤을당해서똑같은챔피언브라움을할수밖에없었어요。やっぱりメタが変わっていっているので、いろいろできないとちょっと辛いのかなっていうところがありますね。で今日はバンされてしまったんですけれども、ラカンやブリッツも考えてはいました。でバンされてしまったのでちょっと仕方なく、2戦とも同じブラームという形に今日はなりました。今その名前が出たラカンとブリッツというのは、まあ、いわゆる春では見られなかった新しいピックだと思うんですけれども、ダラさんとしては十分 LGL の使えるレベルという評価ということですかね。네팀에따라서좋은챔프기때문에안쓸이유는없을것같아요기회가된다면저는무조건쓰고싶어요チームにとって使わない理由はないチャンピオンだなというふうに思っているので、チャンスがあれば僕は使いたいと思ってます。なるほど、見ている皆さんがダラに夢中になれる日は近いということですねさあそれではですね、ここでですね、今日のトップのですね集団戦のシーンがあるので、ちょっとその動画を見ながらですね、ちょっとお話を伺っていきたいんですけれども、動画の方が出るでしょうか。さあこのシーン、先に仕掛けられたセブンス以降流れをつかみかけられている、そういうシーンだったと思うんですけど、ダラさんどんなことに注意しながらプレーをしていたんですかね。일단저희가이니시를걸려고했는데적이먼저이니시를걸더라고요그래서뭔가진영이붕괴되면서적이뭔지모르겠지만다이브를 왜이렇게빨리한건지는잘모르겠어요저희가이렇게노리는상황에서브라움이라는픽이되게좋았던부분같아요여기서는또그리고자야도자크의스킬에한번도망갈수있는게매우좋았던것같아요ここは実はうちのチームの方が仕掛けようとしていたシーンだったんですけれども、ちょっとなぜ向こうがああいう形で仕掛けてきたのかっていうのはよく分からなくて、で、まあ、ちょっと分断されたりとかっていう形に向こうがなってしまったんですけれども、まあ、でそのなんであんな形でこう向こうがだいぶ早くしてきたのかっていうのもちょっと僕には分からないんですけれども、ここではまあでもブラームがすごいいいピックだったなっていうふうに思っています。ザヤのアルティメットもすごい良かったと思います。ザックのカウンターになってたと思います。まあ、おそらくですけれど、ここのダラさんの素晴らしいアルティメットのプレーで今日のプレーオブザマッチは決まったんじゃないかなという気もしますけれども、どうでしょうか。自分のプレーよりなんかエビのバックティピでイニシがめっちゃ良かったで、今日もまあ MVP はエビかなって思いました。
や今日もダラママは優しいということでね、まあ、せっかくプレオンの選手選ばれたんですからファンの皆様にねぜひあのコメントを送っていただきたいと思います。それではお願いします。あ、春には結構いろいろファンのプレイがあったけど今正直もっと完璧の RPG でなります。もっと頑張るって応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。見事勝利したランページからダラ選手のインタビューでした。それでは実況席にお返しいたします。カズネオさんありがとうございました。いや日本語お上手ですねお上手ですねやはり、まあ、ランページの、タス選手とダラ選手は日本にいる歴が非常に長いというところもあってコミュニケーションの部分も、まあ、日本語でしているのかなという感じもしますからね。あと面白かったですね。あそこはランページが実は仕掛けようとしていたんだっていう話はちょっと面白かったですね。まあ、その時点で、まあ、集団戦のパースパイクラムネ選手を生かせば十分可能とさらにはザヤも加えても2つ完成していましたから、まあ、仕掛けていこうという判断だったようですね。さあまあエビだったんじゃないかというコメントもありましたけどねいやでも皆さんも選ぶの難しかったと思いますからね。まあそうですね。ランページが勝った時というのは基本的に誰か1人がキャリーしたという形ではなくて5人全員でと本当にチーム全体で勝っていく戦い方が非常に勝ち方が多いので、プレオブザマッチ選ぶのは非常に難しいと言わざるを得ないと思いますね。そう難しいんですよ、さて以上をもちましてですね LJL2017 サマースプリットラウンド3マッチ1が終了いたしました。本日の結果はこのようになりました。セブンセブン VS ランページはランページの勝利となりました。次回LJL2017 サマースプリットラウンド3デイ2マッチ2アンソールドスタッフゲーミング VS バーニングコアマッチ3ラスカルジェスター VS デトネーションフォーカスミー、こちらの試合の模様は明日6月17日土曜日17時よりお送りいたします。USG は前回デテンションフォーカスに負けたものの、まあ、非常にいい試合でしたからそういった勢いを失わずにここをしっかりと戦っていくことが非常に重要になっていると思います。一方のバーニングコア、まあ、メンバーのトップレーンとジャングルを入れ替えるという発表がありましたがちょっと苦しんでいると、ここでチームとしてまあコミュニケーション部分も仕上げられているかどうかというところを USG に対してしっかりとチャレンジしていくということが重要だと思いますね。そしてラスカルジェスター前回ランページには負けはしたものの非常に惜しかったというところ、特に問題となっているのは中盤のコールでスノーボールしきれていないというところを、まあ、修正できているかどうか。一方デトネーションフォーカスミーは USG に勝った勢いをそのままにここもしっかりとしたゲームの内容を生かして、まあ、コミュニケーションミスなく進められるかどうかというところは重要だと思いますね。なるほど。さあぜひこちらの放送もどうぞお見逃しなく。それでは本日実況は私アイツと解説はレボルがお送りいたしました。本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。それではまた明日お会いいたしましょう。さよなら。さよなら。ブルークショックウェーブ、そしてエビを狙っているフラッシングからの竜の怒りですが、いやここはただ戻ってきている、スカールが戻ってきている、そしてブルークにフォーカスアムステきっちり Q を当てるのはエビ、ファーストブラッドはエビが獲得、さらにはフラッシングからのボットレーン 2v2 でキルが発生、ゆとりもやしがなんとティントンをキルです。さあいったチャージからロケニアの逃げる位置や、ここはティントンに狙い撃ちです。さあそこに有効に、そして1人で持っていく、ものすごいバーストが入りました。さらにはセカンドタワー降りていないのにサードタワー内でランページは集団戦をしています。さあ当然セブンセブンとしてはそれを逃さない、ここでロケニアのキルになりますが、まだそれでも集団戦がつかんだ。そしてショックウェーブはこれダラフラッシュインで避けている、さらにはタッスルのキルに続いている、いやダブルキルはなんとタッスル、アイバンだぞアイバンだぞ、攻撃力は269、ブルークもうフラッシュはない、フラッシュはない、すごいバーストだすごいバーストだ、ソロキルだソロキルだ。さあそしてサメージ裏に入ってキックだが、ここはエビをキックしたがガーディアンエンジェルがある、さらにはスカールが逃げている間になんとリレンプションが入って、そしてスカールが戻ってくる、エビが止まらない、ダブルキルはエビ、そして探しているロケニア、フラッシュインからキックを打ったがここに警戒の連鎖、そしてスキルショットダメージの出し合いではロケニアが上回りましたが、テレポートエビ、フラッシュインからのボディスラム、さらにはおごり、これで完全にロケニア孤立、2キル獲得はランページ1-2トレード、テレポートエンゲージを判断しました。さあタワー獲得はランページ、そしてエンゲージを判断しているのはセブンセブン、ライジン誰を狙う、アルティメット決戦場2人は囲ったが氷河の烈行、さらにはイグゾースト、そしてエビのボディスラムからゆとりもやしのスネアは、さあ入っているブルークにスネアは入っていますが、ただ見せるのはそれでもタッスルだ、キックきっちり決めて
1キル獲得。ただしここにレッツバウス、さらにはイバラのユリカがツーマンノックアップ。セブンセブンの方が集団戦は上回っている。13トレードで勝ったのはセブンセブン。さあぶっ飛びスライムから入るぞ。ラムネの位置はどうなる。さあバックラインに行った。これは狙っているのはゆとりもやしですが、レッツバウンスはきっちりアルティメットで避けた。そこにライジンが合わせますが、ラムネが横から入ってくる。さあ決戦場、ただしここはライジン孤立している。スタンから1キル獲得がランペ。さらにはボディスラム3番からのおごりだ。ショックウェブに2人に決めていてももう関係ない。陣形を乱したのはランページサイド。服装備だったのでバスを落とす。うわー、そしてこれラムネのスタンからロケニア、最後はオートアタックでライフスティールしていますが、エビがきっちり回収しています。さらにはもうタワーダイブになっている。サベージずっとスネアとスタンで動けません。さらにフラッシュインからの氷河の烈光。決戦場、これライジン無理やり味方を助けるように打ちましたが気にしていない。いや、最後はブラウムのスタックが溜まってスタン、そしてタワーダメージでこれはラムネはダウンです。いやー、ランページ一瞬のスピードアップで試合展開を決めて、このゲーム3もどうやら勝利となりました。